い、それでは始めていきましょう。トラキチチャンネル、今日はマリオカートツアーやっていきたいと思います。さあ、現在ナイトツアーの前半戦、こちらの DK カップがリーグ対象となっておりまして、僕自身は現在2コース終えた段階でリーグ99で4位というところになっております。今回動画としましては DK カップの3コース目いきましょう。こちらも新登場コース、ムーンリッジ&ハイウェイ、こちらを走り込んで攻略動画にしていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。さあ、まずは冒頭で皆さんに謝らないといけません。動画のリリースが今週遅くなってすいませんでした。ほんとね、 DK カップ終了直前にこの動画出てることだと思いますけども、よかったらね、楽しんでいただけると思いますし、また今後ね、ムーンリッジ&ハイウェイが、登場した時にですね、参考にしていただければ嬉しいなというふうに思います。ということで、ただのご報告的な形になっちゃいますけども、現状残り11時間というところでリーグ4位、まあなんとかなりそうな気がするんですけども、どうでしょうか。今回どれぐらい得点伸ばせるか、下見の段階では25,000点、目標はまず35,000点に置きたいと思います。さあ、やっていきましょう。ムーンリッジ&ハイウェイ、まあね、時間がうまく取れなかったっていうのが一番の理由なんですけど、もう一つはこのコースをなんかあんまりやろうっていう気に、下見の段階でやってみてね、このコース走ってみてあんまりやる気が出てないっていうのも一つは実はあります。水色兵法探検家バージョンね、これしか自分も使えないっていうね。いや、本当はね、黄緑ミースーツとかね、こちらのアストロノートキノピオとか使えるとね、話は変わってくるのかもしれないんですけども、ラッキーセブンキャラうまく扱えるといいですね。さあ、マシン、これが下見の時と大きく環境が違います。下見の時は準適正の、マシンで走ってたんですけども、こちら今回の課金アイテムですね、フィッシュボーンカートレベル5まで上げてポイント解放1段階7、ちょっと寂しいですがミニターボ系なので今後たくさん使えることを祈っております。グライダー行きましょう。グライダーは据え置きです。こちらの8ビットスーパーカイトレベル7、ポイント解放3段階、こちらは大いに活用していきたいと思います。ということで、こんな感じどうなんでしょうか。新登場コースの環境としては悪くないと思うんですけども、得点楽しみにしていてください。行きましょう。はい、1レース目いきましょう。地図を見ていただいても分かるようにですね、左上のマップですね、途中から、おほー、途切れる、全然なんかフルコンボとか出せそうなイメージが分からないんですけども、このコースよいしょ。いや、こういうタイプ、うえー、きた、そうだった、バカしろ、なんだ今の。そうだ、アイテムボックスがいつ来るのか狙いを定めないといけないんでした。あー、こういうの引いときたいんだけどな。今コインフィーバーはもちろん嬉しいんですけど、若干今じゃない感もあるタイミングでしたね。っていうか、もっと車とかぶつかっとけばよかったとちょっと後悔してます。今危ないよまさにクラクションっていう感じでしたね。うえとか言っちゃって、下見の時も思ったけど、特に話すことがないんですよね、このコース。なんだろう。よし、あのアイテムももらっておこう。おほほもうこれがさ、今日の一番高得点になっちゃったら全く攻略動画にならないんですけど、皆さんどう思います？ちょっと待機できない？できないか。今左に流れてきてるアイテムボックス取りたかったな。どうだ？いやー、ちょっとしか伸びてねえや。3万3000点嘘だろ。いやー、大した得点じゃない気がするんですけど、皆さんどうでしょうか。走りはめちゃくちゃ、アクション数は139、そのほぼ全てが、コインフィーバーによるものと。コインフィーバー2回すごかったですね。その他何もやってないんですけども、8000点記録を伸ばすことができてしまいました。アクション数139、やばいな。今日これが最高点で終わるなんてことがあったらめっちゃ寂しいんですけども、どうでしょうか。まあだから、コインフィーバーっていうか、そうだな、難しいですねこのコース。フィーバーが来るのはもちろん嬉しいんですけども、流れてくる大量のアイテムボックスをうまく活用して、たくさんアイテムを取りたいっていう願いもあるというか、ちょっと難しいですね。はい、アクション数139、覚えときょう、覚えとこう。得点は上がったんで、リーグ陣もドンと上がりますが、あれ？なんか、直前で得点出してるやつがいるな。
困るな、そんなに大幅に得点上げられると。一気にやってきましたね、さっきまで。あれまあいいか。さっきまで、何点ぐらいだった人だろう。まあその辺は皆さん動画で確認してください。いや、これちょっと上目指すの大変だな。ちょっとそこは厳しそう。はい、2レース目いきましょう。今のミラクルラッキー見た？皆さん、アイテムボックス取ってさね、セレクトしている間に攻撃食らって、後ろからもう一回その拾ったアイテムボックスが流れてくるっていう奇跡を達成したんですけど、ちょっとマジでこの感動を共有したいわ。さあ高速乗ります。はい、このアイテムボックス、はい君、そして君、これは逆に運があるかもよ。またあーダメかー。まあまあまあ、でも面白いものは皆さんに見せれたかな。あれは運がいいね。はい、12レース目いきましょう。うわ、ようやく行ったか。なるほど。はい、12レース目。もうよくわかんないけど、なんとか走ってました。もうね、攻略どころじゃないよね。いや、15レースぐらいで終わろう。楽しいって言えないな、このコースの感じは。まあ、僕の性格上は。あまりにも無秩序すぎる。この無秩序さを、楽しむにはちょっとまだなんだろう、難しい。はい、15レースまで走ります。はい、14レース目いきましょう。
やー、基礎点だけだったら1位だったな。はい、では皆さん今日の動画はここまでにしたいと思うんですけども、てかオープニングのムービーに若干ヒントはあるんですね、こうやって見ると。まあサムネ等にも書いてると思いますけども、隠し要素がめちゃめちゃたくさんあって、まあそれを面白いと思うかどうかだなとは思ってるんですけども、まあ、順番に説明していきたいと思います。12、14レースもね、皆さん見ていただいてると思うんでわかると思うんですけど、まずここね、上に登るとコインが大量にあります。まあだからあれ、最初によーし、ブーメランフラワーフィーバーとか来てたら最高ですよね。あー、車はいはいはい、これは外側狙いかな。この縦4連っていうのもあるんで狙っていきたい。まあフィーバー中は車狙いが妥当ですよね。フィーバーが変なタイミングで来たせいで逆にここ出てきます。あー、アイテム間に合わなかった。あそこ柱の影から遅ればせながらみたいなタイミングで、よいしょ、もうフルコンボなんかいらー、アイテムも取れなかった。これは最悪だ、これは最悪。これ一周目かなりいい感じだったのにな、もったいねえな。この橋の上フィ、ちょっとコンボ要注意ですね。なかなか持たない感じがします。うん、怖い。なかなかこっちに向かってくるアイテムを狙うのは、あれ、これいけるか。いや、アイテムが取れてねえ、意外に。いや、意外にアイテムが取れてねえ。やべ、取れてた。あ、いけたか、これ、まさか。まさかいった？ちょっと超えるか？やったー！解説しながら最高点！隠し要素みたいなやつ全部説明できたかな。まあ、そうですね。こちら方向に向かってくる車の後ろにひっついてるアイテムボックスっていうのは僕は取りづらいかなと。接点が少ないんでね。それよりも、自分の車と同じ方向ですね、マリオカートと同じ方向に向かって走ってる車に追いついて、アイテムを取った方が個人的にはおすすめかなというふうに思っております。あとは最初の山の上の2箇所あれうまく取れるとね、非常にいいんじゃないのかなと思いますし、僕みたいにね、ラッキーセブンキャラを扱っている方はね、あそこで順位を多少落としてもですね、アイテムボックスをたくさん取ってラッキーセブンとかを出せたら最高だなというところ、スーパークラクションじゃないや、ブーメランフラワーのキャラを使っている方は、あの山の上でブーメランフラワーね、アイテム最初のアイテムから引けてたら一網打尽にコインをできるので、まあ、そういう方法もあるのかなと思ってます。はい、個人的には今回アクション数149で一応最高点を出すことができて、いや14レース目の悔しさもこれで晴らせたかなというところでございますので、もうなんか思ったよりも満足してこのレースを終えたいと思います。はい、トップ画面に戻ってまいりました。今回はムーンリッジ&ハイウェイ走り込んでいきましたけども、内容いかがだったでしょうか。アクション数は149、得点としましては 36,354 点、コース内にアイテムボックス、そしてまあ車がたくさんいるよということでね、稼ぎようによってはね、まあ、フィーバー中とかスーパークラクション、はたまた 何がある、ね、車にぶつかればですね、アクションを稼げたり、あとは隠し要素などもあったりして非常に面白いコースになってるんじゃないかなと思うんですけども、個人的にはあんまりちょっと無秩序すぎて、あんまり好かないかなという気はするんですけども、なんとか最後は 36,354 点まで伸ばすことができました。今回の動画の内容良かったよと思ってくださる方、ぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。ということで1時間走り込んで残り、ランキングリーグ99残り10時間となりました。一応3位は確保できております。1位2位の方に追いつくのは無理なので、まあ、最悪4位以下の方がねひょこっと顔を出して3位以内に入ってこられた場合は、少しでもね防衛できるように頑張っていこうかなと思ってますけども、基本的にはこの得点で締めていきたいと思います。次回はこちら、ファンキーコングカップが、次週はリーグ対象となります。下見動画、そしてそれぞれのコースの走り込み動画出していきますので、ぜひ楽しみにしていてください。今日はここまでにしたいと思います。失礼します。